会場の出口は全部で9カ所。決壊寸前の場所からマークつけていきます。あとは颯爽と参上するばかりですわね。この騒ぎを表の通りまで広げるわけには参りませんわ。要保護者発見。チケットカウンターの裏に子供が隠れていますわ。はい。右ウィングの観客席、手鏡を使った点滅信号を確認ですわ。要保護者。ぶち漏らしなんて許されませんわよ。お姉様の元に向かうなら憂いは全て取り除かなければ。翡翠賞の行動です。コミュ TV 観光情報の騒乱警報を更新。競技場複数箇所のゲートが決壊寸前です。大量の色があるのは好機ですが、勝てなければ取得できません。翡翠賞どうしますか。おしゃべりながらクタが質問していますわよ、ウイハル。じゃあその翡翠賞の行動で引き続きバーチャロイドを利用しましょう。作られたリアリティでも冷や水を浴びせられます。生身のまま将棋倒しが起きるよりははるかに安全なはずです。ウェーブ開始。落ちて。ターゲットを見かけますよ。えい。キャッ。止めます。畳みかけますよ。落ちて。行きますよ。えい。行け。これで一段落。ウェーブ開始。落ちて。やりました。畳みかけますよ。はっ。やっ。止めます。投げたら倒しました。やっ。行きますよ。
追跡します。いけ、追跡します。もう容赦しません。落ちて、ターゲットが倒しました。今あなたを拘束します。これで倒れて、次が来ても大丈夫です。ミッションクリア。もしかして勝っちゃいました？ウィハル、さすがに数が多すぎましたか。驚くことではありません。最適解が目の前にあるのに、わざわざ政党から遠ざかるよう迂回すれば、どういう目に遭うかは明らかでしょう。今のままじゃ白井さんを美坂さんの元へ送り出すこともままならない。暴動の中で助けを求めている人たちに手を差し伸べることも。第二予測ではありますが、暴動下でも効率的にリソースのカラーを調整する方法を算出しました。多少の危険は伴いますが、すなわち勝つための推奨ルートです。どうしますか？リリナ、私はどうなってもいい。自分の意志なんてなくなっても構いません。だからあなたの力を貸せ。推奨行動の選択を確認しました。ストーリーを選択してください。